はい、というわけでね、この9という数字ね、我らが神福浦和也背番号9、マリーンズの9というわけでね、まあね、今日の試合を見た方はもうお気づきかと思いますけれども、なんと我らが千葉ロッテマリーンズに51年ぶりのマジックが点灯いたしました。ね、マジック9ということでね、やっぱりね、まあその数字というものはね、やっぱりね、いろいろ物語ってますよ。うん、マリーンズの9、M9 ね、やっぱりなんだかんだ数字というものはね、あの一回マジックが最初につきそうになった時、あの時もマジック26がつきそうだったんですよ。ね、それはまあ我々のね、26番、ね、ファンの背番号じゃないですか。まあそこでは点灯しなかったですけれども、今日ね、この神の番号、9番ですね。M9、マジック9、点灯いたしまして、いやね、ローキー、やっぱ持ってますね。やっぱりなんだかんだやってくれるのはやっぱりね、ヒーローなんですよ。ああ。いや、ローキがマジックを点灯させるというね。でね、ま、今日ね、まあ、試合的にはですね、6対1で、マリーンズ勝ちましたけれども、ローキが6回まで投げて、6回5安打、8奪三振の無失点投球ということでね。で、その後、唐川、ハーマン、まずま1本で最後ね、T 岡田にホームラン取りましたけども、まあ、3人で。しかもね、これね、何が言いたいかっていうと、要は、このオリックス、バファローズ3連戦ね、小島、石川、朗希ということで、3本で行きましたけども、やっぱり小島と石川が、イニングね、イニングイーターって言うんですか、今。ね、イニングをこう、しっかり自分で投げ切って、セットアッパー陣、クローザー陣を、温存させたというところがね、今日、まあ、井口監督がね、もう惜しみなく、7回からセットアッパーを投入できた。しかも今日、打線もちゃんと6点取ったので、マッスルを温存できたと。いうとこが、結局この3連戦、まあそのね、昨日もね、マッスル温存できましたし、やっぱりね、この、まあね、初戦は引き分けでしたけど、マスダ最後締めてね、まあ投げましたけども、まあ、この3連戦をマッスルが1回しか投げ、刺すことを、なく、2勝1分けで、ね、貯金2つ作れたっていうバファローズ相手に。やっぱでかいですよ、これは。やっぱこれは、この3連戦の、やっぱり、MVP は、やっぱ小島じゃないですか。うん。まあ、小島ね、最後、まあちょっと追いつかれちゃいましたけど、まあでも、小島がね、しっかりイニング稼いで、ね、その後のいい流れも作って、で、石川がしっかりと投げて、というところで、やっぱりね、影の MVP はやっぱ小島じゃないかな、というふうに、これね、小島、ね。やっぱりね、いろいろ繋がってくるんですよ。僕のプロ野球チップスの、ね、ストーリーから。やっぱりね、持って、やっぱ今年はもうね、今日で確信に変わりましたね。優勝します、これ。うん。まあちょっともうね、まあ試合細かいところも振り返るよりも、やっぱりこう、僕のね、チャンネルではそういうこう、ジンクスとか、まあそういったものにね、こう、特化してお話ししていきたいなというふうに思ってますので、いやー、今日で、まあまだね、順位的には2位なんですかね。うん。ただまあ残り試合がこう、多いからってことで、マジック9がついて。だからでも、あのね、皆さん、マジックって、どういう意味かわかりますよね。要するに、マジックをついたマリーンズ以外の球団は、自力での優勝がもう5球団ないということなんですよ。これはつまり、マリーンズは、もう、まあ、あとね、9回勝てば、もう優勝、もう自分で決められる、自分で優勝を決められるという権利を今日得たということなんでね。いやー、これ51年ぶりですって。てか、千葉ロッテマリーンズでは初ですよね、だから。いやー、ついに現実味が帯びてきましたね。47年ぶりのリーグ1位。いやー、なんか、
こうもちろん経験したことがないことですので、どういう心境かっていうのもちょっとなかなか難しいんですけど、まあこのまま行くんだろうなと今日は思いましたね。やっぱね、その今年は2021年は平成の怪物松坂が引退するとか、あとはね我々88世代の斉藤佑樹が引退を発表したということなんで、新たな怪物が必要なんですよ NPB には。やっぱね、令和の怪物は同期ということでね、やっぱり持ってる音が違いますね、やっぱり。またね、あの黄色いグローブもね、なんかこうルーキー時代のマー君みたいなね、こうカラーリングのグローブを使ってますし、いやーこれはちょっとね、しかもね、同期ってナイキじゃないですか。ナイキって、ナイキといえば誰ですか皆さん。そうなんです、ナイキといえばこの方ですよね。まあ、福浦和也さんはね、ナイキの、まあ、アドバイザーっていうか、その、スポンサーついてましたので、すべてが繋がりました。皆さん、あとは、井口監督の胴上げの瞬間を待ちましょう。というわけで、まあね、バファローズ3連戦、2勝1分けで、もう最高の形で、もう100点じゃないですかね、これ。切り抜けました。というわけでね、明日は、ホークス戦、予告先発が、マリーンズが岩下、そして、ホークスが笠谷ということでね、明日もしっかり勝って一個ずつ一個ずつマジックを減らしていきましょう。というわけで、非常に上機嫌なトランキーロサプロでした。じゃあ皆さん、最後はこれと一緒にお別れしましょう。ではトランキーロサプロでした。ありがとうございました。